それではですね、始めていきたいと思います。今一応、それではですね、始めていきたいと思います。ツイートして、スタート。はい、では始めていきましょう。よろしくお願いいたします。You listen to Ricky's Lifehack Radio。Good morning, good afternoon, good evening to you. This is DJ Ricky broadcasting from Tokyo. 声で便利に作るライフハック系ポッドキャスターの DJ Ricky です。この番組は毎朝一つライフハック情報をコンパクトにお送りしております。今日のトピックはこちら。初対面でも会話が弾む相手との質問というテーマでですね、お送りさせていただきたいと思います。今日はですね、ライフハック寄りなんですけども、会話術というところにですね、フォーカスをしていきたいなと思います。先日ですね、こんな本を読みました、DAIGO さんの超トーク力、心を操る話し方の科学っていう本を読んだんですけど、このね、第一章あたりが非常に良かったので、これをちょっとかいつまんでまとめていきたいなと思っております。初対面の人との会話がなかなか弾まない、ウェブインタビュー、電話インタビューで、どうしようかなと、なかなかこう深いところに質問が入っていけない、相手の自己開示が進まない、またクラブハウスでモデレーターをしてみたんだけど、なんか会話がうまく進まない、そんなリスナーのあなたにですね、おすすめなのがこの本ですね、超トーク力で、そして初対面でも会話が弾む相手の親密度を高める3つの質問というものがね、この本の前半の中に書いてありますので、しばしご紹介させていただきたいと思います。まあ、そもそもですね、多分本題に入っていくときに最初に雑談があると思うんですけども、その雑談の中にこの相手との親密度を高めていくヒントがあるそうです。で、相手との親密度を高めるためにはですね、相手に自己開示してもらう必要があります。で、自己開示してもらうためには、自己開示してもらいやすい質問をすると、話しやすい雰囲気ができて、相手の自己開示が進んで、あ、聞いてもらえた、あ、打ち解けられた、あ、気分が良かったっていうところからですね、親密度が高まるきっかけを作ることができたりとか、相手がどんな時に感情が動くのかとかですね、そういうところにですね、リーチできるというふうに言われています。この超トーク力の、32ページに、こんな調査の結果が入ってますね。2004年にアメリカの世論調査機関であるギャラップ社が500万人という膨大な人数を対象に、友達が個人に与える幸福度に関する調査を行いました。それによると、職場に少なくとも3人の気心知れた友達がいるだけで、人生の満足度は 96% も上昇し、自分の給料への満足度が 200% 高まるところことが、分かったということですね。でさらに、職場に最高の友達がいると感じている人は、仕事へのモチベーションが大きく上昇し、生産性が高まるというデータも出ていると。ということはですね、やはり幸福度を左右する気心知れた友達を作るきっかけとなるのも雑談であると。で、雑談は親しさを築く初めの一歩となっていく。雑談はソーシャルキャピタルというお金で買えない価値を生み出す。雑談は人生の幸福度を高めるというところになってますね。ですので、雑談、また相手の親密度を高める質問を作る質問、これは非常に大事っていうことがね、この調査からも分かってきています。ですのでですね、やっぱりこう初対面の人と
初めて雑談をして、そして本題に入っていくときに、その雑談の内容をなんかこう覚えてるっていう、なんかそのね、そんなこう、ものになっていけたらいいのかな。 あの人とこうウェブで面接、ウェブでインタビューとかクラハで話したけども、最初にこんな導入があって非常に話しやすかったなっていうね、そういう印象を与えていくような質問をしていくと、非常にその後がトントントンとね進んでいくっていうふうに言われています。で、雑談でつまずかないポイントとして、 DAIGO さんこんなことを挙げています。いい聞き手に徹すること、そして話す内容にこだわらないこと、失礼なことを言わないこと、ネタは提供しなくてよいというふうにね言われています。あ、これ本当にそうだなというふうに思いますね。やっぱりこうなんですか、モデレーターとして徹するっていうこととか、あとは話す内容にこだわらない、これはね非常に大事ですね。でやっぱりこう、こういう場でこういうトピックで、いう場をつけてるから、この内容に沿った、話の質問しなければいけない。例えば、就職の面接だったら仕事に対する価値観とか、を聞かなきゃいけないみたいな風なね、あると思います。好きな食べ物は何ですかとか、好きな動物は何ですかとかね、なんか仕事と全然関係ないじゃんみたいなね、そんなの質問をしたりする、これが話すの内容にこだわらないってことなんですけども、するとなんかこう、あ、こんな場面で意外な質問されたみたいなね感じで、記憶に残ったりとか、こちらも記憶に残ったりとかね、なんかこう、面白い空気を作っていくことが、できていきますね。はい。そしてなんか質問する側としてはね、ネタを提供しなきゃいけないと思うんですけども、これは本当にいらなくて、相手が投げかけ、質問を投げかけて、そこから出てきた答えをもとにネタを作っていくっていうか、それを深掘りしていくっていう感じで全然大丈夫です。はい。そして、ここからが本題ですけども、会話のスターターランキング、より相手の感情を引き出す質問というところで、 DAIGO さんが紹介されていたのが、まず一つ目が今日あったいいこと、今日あったいいことですね。2つ目が熱心に取り組んでいる出来事、2つ目が熱心に取り組んでいる出来事、3つ目がワクワクする出来事、3つ目がワクワクする出来事ですね。この3つをですね、こう質問に最初ぶっ込んでいくことから、相手の反応、相手から出てくるものを通して、またさらに会話を深掘りしていくっていうところで、相手との親密度が高まっていきますよっていう風なね、ことを語られていらっしゃいます。はい。ですので、質問を投げかけて、そうなんですか、じゃなくてですね、あ、そういうことがあったんですか、じゃあどういうシーンでその出来事に出くわしたんですかとか、誰と行かれたんですかとか、なんかその盛り上げていくっていうことがね大事ですね。質問を投げかけて、質問の答えが返ってきて、さらにまた質問をしていくっていうね、それをどんどん繰り返しながら、相手の感情がどういうところで喜びになったのかとか、どういうシチュエーションだったのかとかっていうことをね、深掘りしていくっていうことが大事ですね。で、今日あったいいこと、先ほどのこの、3つの質問のうちの1つですけれども、そこをね、また深掘りしていくと、例えば、最近あなたが盛り上がっていることは何ですかとか、っていうふうに、聞くこともできますね。盛り上がっていることが何ですかとか、最近ハマっていることは何ですかとか、っていうこともね、できますね。あとは、ワクワクする出来事として、ここは素敵な場所ですね、前に来たことがありますかとか、誰と来てワクワクしたんですかとかね、なんかこう、よりこうそのシーンに迫っていくような、ね、質問をしていくと、あ、この人本当に自分のことを知りたいんだな、自分のことに興味があるんだなというふうにね、思ってくれますね。はい。会話を深めていく、相手の感情をより引き出すための質問として3つ、今日あったいいことは何ですか、熱心に取り組んでいる出来事は何ですか、ワクワクする出来事は何ですか、このあたりですね、深掘りしていくと、相手のこう、なんだろうな、相手の自己開示が進みやすくなっていきます。で、ただ質問するだけじゃなくて、傾聴しつつ、より深い質問にどんどん迫っていくと、相手が話しやすい雰囲気ができてくると思います。決してですね、やってはいけないのが、自分の知識を自慢するとか、自分の具体的な話に引き込んでいくっていうことは、やめてはやっちゃいけないことですね。あくまでも傾聴して、あ、自分もそういう場所に行ったことがありますけども、じゃあ、どういうふうに、どんなシーンで行ったんですかとか、
自分も経験があるけども、そこを言いたいところを抑えて相手の話に持っていく。相手がやっぱりこう、あ、この人は聞いてくれた、自分がどんどん話ができたっていうね、そういうね経験を残すためには自分の言いたいことを我慢して、あくまで相手に振り続けていくっていうことが一つポイントになっていきますので、ぜひ参考にしてみてください。はい、今日はですね、初対面での会話が弾む、相手との親密度を高める3つの質問ということでご紹介させていただきました。そう、リッキーは何をしているのかって言われますとですね、いろいろとウェブでインタビューとか面談とかしてるんですけども、最初にやっぱりそのあなたを知りたいので、趣味は何ですかとか、最近ハマってることは何ですかとか、何線に住んでるんですか、何線のどこの駅にいるんですか、ちょっとプライベートな話になっちゃいますけど、結構そういうねローカルな情報を深掘りするようにしてますね。あ、そこの線行ったことありますよとか、あ、ここですよねとか、同じ情景を私も見てましたよっていうことをですね相手に伝えると、なんかねすごく盛り上がったりとか親密度が湧いたりするんですよね。あ、この人もこういう時にここにいたんだっていうのが分かるとね、本当になんかね2人がなんか初対面でも近くなっていくことができちゃいます。はい、ですのでここに書かれていること本当に参考になる情報ですし、私もこれをねなんか今実践しながらやってみて、ウェブのインタビューとか、この前はねインタビュー6本ぐらいやったんですけどね、ここに使われている質問をやったら結構良かったですね。相手のハマっていることとか、なんかねこんなゲームにハマってますとか、そういうところも、ね、かなり深掘りして、そして深掘りした後に、じゃ あ本題入りたいんですけどもみたいな感じでですね、こう温まったところで相手の自己開示が進んだところで本題に入っていけるっていう、そんなね、メリットがあり、いいインタビューですね、いい面談、いい面接ができるようになりますし、クラブハウスの、ね、モデレーターでもね、最初の導入の部分でそのでゲストの方のこういい内面をですね、リスナーの方に伝えるために使える質問になっていきますので、ぜひこういった本を参考にしてみてはいかがでしょうか。こちらの超トーク力ですが、 Kindle 版、 Audible 版もあります。なんか Kindle 版はですね、見たら紙より400円安くなっております。そしてですね、なんと Amazon のプライム会員なら0円で超トーク力を3ヶ月学べちゃいます。どういうことかというと、プライム会員だけですね、今6月の29日まで3ヶ月のオーディブル無料体験がついてるんですよね。なので1ヶ月1冊ゲットできますから、3ヶ月なので3冊の中にこの超トーク力を入れ、超トーク力を入れちゃえばですね、だいたい1500円ぐらいこの本しますけども、それが0円でなんと読めてしまうとですね、もうそんな時代になっております。はい、ですのでぜひぜひこれ超トーク力無料で読みたいという方は Amazon の Audible、確かプライム会員でなくても1ヶ月はね、無料体験できますので、気になる方はチェックしてみてください。今日のレディオはいかがでしたでしょうか。少しでも役に立ったなと思う方はぜひぜひ Twitter、 またこちらのコメントいただけたらと思います。番組の感想はリッキーポッドキャスト @gmail.com、 リッキーのスペルは小文字で RICKEY です。新着を見逃さないにするには無料のサブスク登録が便利です。ぜひあなたの朝時間に素敵なライフハック情報が届きますよ。 Thank you very much for tuning in Ricky's Lifehack Radio. This Lifehack Radio is brought to you by DJ リッキーがお送りいたしました。 Have a wonderful and beautiful day. Don't forget your smile. 素敵な一日を。あ、花金ですね。ではでは、バイバイ。